皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿はエフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、ちょっとバッファーにね注目していきたいと思いますけどもね、先日ねヨシさんの、最新ボードでね TCL のボナファイド、それからエフェボーチさんが使ってる国産のですね、トライアル、大阪のねトライアルさんの B1、クリーンブースターとしても使えますね、それからプロビデンス、のですね、システムチューナー、これジャンクションボックス兼コルグのチューナーが入っていて、かつプロビデンスの、バイタライザーというバッファーが入っているというですね、ジャンクションボックスですね、こちら、3台というかですね、3製品ご紹介させていただきましたけども、実はね昨日ご紹介させていただきましたね、ユウさんのギター用のボード、こちらのね、冒頭にですね、実はバッファーが入っておりました。ちょっとご紹介し忘れていて申し訳なかったんですけども、とってもちっちゃいね、トゥルートーンのですね、ピュアトーンというですね、バッファーなんですけれどもね、こちらをお使いになっているということで、使い方としてはね、音質的な仕様ではなく、エフェクターボードの立ち上がりに干渉させないようジャンクションボックス的な仕事をしてもらっていますということでですね、こういう使い方で、冒頭にねちょっと小さかったので目立ってなかったんでね、解説を改めて拝見してね、あ、これは紹介しなきゃということでね、TCL の、ボナファイド、それからトライアルの B1、それからプロビデンスのバイタライザー、それからトゥルートーンのピュアトーンということでですね、こちらぜひともね今年はバッファーの方にもね注目していきたいと思いますので、皆様方もねコメント欄でですね、バッファー、搭載されている時は解説していただけたら、取り上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。バッファーの方に注目してまいりましょう。ありがとうございました。